今日めっちゃ晴れたね。うん、天気いいね。ね、やっと晴れたね。ね、俺奄美帰ってきてからずっとあのスコール続きだったから絶好のキャンプ日和です。これ朝日さんからもらいました。あげました。ありがとう教えてあげるよ。これわかんない俺やり方。うん、まず広げて広げて、まあ、外側ね。ほうほうほう。これ内側ね。これ内側、これ地面ね。地面、うん、これ先に地面だね。これ先だね、うん、はい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 、ポールヌンチャクみたいな強そうなんだけどはい、ありがとう。さあ穴っぽこ、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 グイッとまる。うえ、こわ。ここに穴っぽこ、穴っぽこに入れて、で、もう一本もグイッと曲げて、グイッと曲げて穴っぽこ、穴っぽこに入れる。はい、入れた。はい、クロスさせます。クロス、はい。おあとは引っ掛けるだけです。カチッカチッ。はい、できました。クソ簡単でしょ。簡単、めっちゃ簡単はい、かぶせた。かぶせた。で、あとは、まあ、こういう前とか足をペグダウンして完了。ペグダウン、ペグダウンだうん、完璧。あ、完璧。よいしょ。シェッ。これが極真パワーよ。やっぱ夜冷えるね。ね、寒くなってきたね。ちょっと冷えるね。うん、火起こそう。はい、というわけで本日はですね、キリンさんから提供いただきまして、こちらスプリングバレーですね。今日はこちらのスプリングバレーに合うおつまみを作ってお酒を飲むキャンプにしたいと思います。さあ1品目、スペアリブが食べたかったんでスペアリブにしようと思います。いいね。うん、これがあの島の豚のあばら。ここに生姜をぶっかけて、で柔らかくなるようにね、タレ、つけときましょう。じゃあ次はですね、簡単スモークチキンを作ります。切り込み入れて、
でここにハーブソルト振りますね。ちょっとたっぷりめに。反対も。よし。そしたらね、簡単なやり方、メスティンにアルミホイルを敷くんですな。でここにほうじ茶を入れます。これがあのスモークチップの代わりになりますね。で網で底上げして鳥を詰めます。2セットで、あとは焚き火にくべて熱することでスモークチキンになります。よいしょ。あ、いい感じじゃない？うん、火取ったでしょ、ね、ほら、うそ。よいしょ。柔らかいんだけど。何これ、すげえ柔らかくなってる。本当だ。スナップエンド焼くとめっちゃうまいからね。うん、甘くて、いろいろ具があるからさ、うん、チーズフォンデュにしようかなって思うの。最高じゃん。よいしょ、よいしょ。いいね。絶対これうまいね。ね、おほわ、とろとろ、あっつい。ほらバッチリでしょ。ウインナーディップ。おお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 いただきます。いただきます。うわ、うん、うわ、うめえ。うまっ。うん、これはこれうめえ。今日も最高すぎるこれ。それではスプリングバレーいただきます。よし、それじゃあ皆さん乾杯。乾杯乾杯乾杯。あー、うまいね。美味しい。これは美味しいでしょ。美味しい。びっくりした。めちゃくちゃ美味しいでしょ、うん、美味しい。すごい飲みやすいでしょね。これクラフトビールってね、俺いろいろ飲んだけどね、うん、ダントツで美味しいね。うん、これ絶対野菜も美味しいから。あー、確かにね。 うわ、トロトロよ、ほら。うわほら、最高じゃん。これトロトロよ。おいしい、最高。うん、おいしい。うん、肉に合うね。うめえ。ないね。うん、なんかちょっとグラタンみたいなね。ね、感じで。止まんないんだから。うん、マジで止まらん。止まんないね。ね。じゃあスモークチキンいただきます。いただきます。すごいね。マジでふんわり仕上がってたから。うん、ね、うん。切ってる感じ柔らかかった。もう触った感じも柔らかい。うん、うん、めっ、うん、うまっ、うん、めっ、おいしいね。めっちゃ歌の香りするし、ね、うん、おいしい。なんかほらすごい柔らかいよね。ね、びっくりした。これやっぱ何、お茶の作用かね。うん、だと思うね。ちょっとあのスモーク蒸しチキンみたいなね。ね、美味しいよね。そんな感じでね。
美味しい、ね、うん、これで、うん、これでいこう、うん、あっち、あっこっちだなうまい、うん、うん、めっちゃ染みてね、ね、うん、うわ、うめ、ね、で、またこのネギとレモンが美味しい、ここの、うん、これこれが美味しい。あ、レモン最高。じゃあ2本目いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。うん、何度飲んでも美味しい、ね、うん、お二度継ぎじゃん。二度継ぎあ、いいね、美味しい。うん、あ、はい、というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったね。スプリングバレーもとても美味しかったです。ね、美味しかった、うん、最高だったね、うん、ぜひ皆さんね、買って飲んでみてください、うん、ガチで押しますから。美味しいねそんな中で本日はもう 寝ます、うん、寝ましょう皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。この島の香りよ、この波の歌よ、島に帰らん仲間もいるけど、潮風に愛が震えてる島、海と共に